両チーム入場してきました。向かって右、赤のユニフォームがホームのロアッソ熊本、大分トリニータはセカンドユニフォーム白のユニフォームで入場してきました。今大分ボールで試合が始まりました。向かって右陣取ります。白のユニフォームが大分トリニータ。熊本が奪い返した。サイドチェンジ、杉山、黒木が追い越していく、左足シュート、クロスバーの上。指輪を通り越して真ん中から左に展開します。18番藤本、クロスが来た、中川、あー、ナイスボール、ナイスシュート、大分先制、1対0大分。ね、そういうイメージもあったボールだったんでしょうけども、中川選手ね、まあ、藤本選手はね、縦も中も見せれるので、まあ、対する、ね、ディフェンダーからしたら嫌ですよね。あの角度からの右足のシュート強烈そうですが、うまく取った、右足シュート、笛が鳴っています。オフサイド。まだ藤田がボールを持っている。坂本、中央にボールがあるが、ミドルシュート、クロスバー。体格に差のあるコンビネーションが効いている大分です。そうですね、まあ、バランス的にはね、中澤選手が、まあ、ターゲットとなり、その周りをね、セカンドボールを拾ったり、裏のスペースを狙ったりというところですね。ゴールシーンもそうでしたよね。シュート決まった。三島からのボール、ヘディング高橋。35分1対1熊本同点。その周りの選手もね、3人4人で、ね、ゴール前に入ってますね。あ、でもまたナイスゴールですね。長澤が右に流れていました。裏を狙う渡辺、渡辺右足シュート決まった。渡辺、57分2対1大分勝ち越し。最後は2人に囲まれたんですが、うです、ね、もうこれは、ね、もう渡辺選手のもう形といいますか、もう完全に主導権握ってますよね。おそらく最後の攻撃となるか。右サイドを使う、大分がクリア。ここで長いホイッスル。